그랬구나. 難しいでしょ、はい、でもあのね多分俺できるようになったんですよ。多分いくらついたらできるか分かんないけど、はい、うん、いや、私ね、ピンこうなるでしょ、ね、こうしちゃダメなんですよ、行くぞ。痛かった、大丈夫です。あのね、俺もそうしてたんだけど、なんかここめっちゃくしたまま重くするじゃん。あ、はい、うん、したらさ、せっかくの体重がここにもかかってさ、意味ない。だから俺ね、最近ね、もうここ完全に浮かしてここだけに体重かけるようにしたんだけど、だからすごくね、締まるよ。あの脇がちょっと耐えれないでしょ。耐えないです。ここだけだから、うん、どっちからの方がいいの、うん、脇ギュー締めて、ちょっと向き変えよう。脇ギュー、この脇腹、ギュー密着させたまま、さあ、ギュー下がる。ほら、ジャンプできるもんね。だから、だから、あのバカみたいに腰に出すと足入っちゃうから、ダメなんだから、ダメなんで、ほんとだけ、ほんとだけ、ほらじゃないけど、うん、足で押す、体重と足で、両足でガーン押す力が、これだけ、これだけで、に効けば、こんなとこ押さないでいいんだよ。まあ、逃げる、逃げやすくなるけど、その前に止めちゃうように開けちゃえば、もう、開けたらまた密着すれば逃げれないから、やってみる。今のは、ちょっと絡む。うん、そう。そう、ここを浮かしてちょっとだけ。どうしても負けちゃう、ちょっと厳しいんだよね。試しに腹ギュつけたままじりじり登ろう。これ単に摩擦があるんで、何のために摩擦作ってるんですかって感じになるんだよね。浮かして、そう、足の力で、あ、そう、そう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 、ただもう厳しいんだよね、うん、と思う。まあ、その壁には慣れちゃうから、柔道とかではそれができないんだけど、慣れたら多分慣れてもいいから、結局出しちゃったらいい。